グッドボタン押してね。ピーピーキャンディー。これは、とある心霊スポットに出かけた時のお話です。その場所は、幽霊屋敷と呼ばれていて、入り口には、ご自由にお入りくださいという看板が立っているんです。中はボロボロだね。この声は何だ？今のは人？2階に上がってみよう。はしごがあるな。いやー、今のはビビった。なんでマネキンが？サッカーボール忘れた。取りに行ってくるわ。間違い探し。このお話、面白かった？次の動画でまた会おうね。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。